はい、ラメさん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、現金はコストがかかりすぎ、キャッシュレスで高額紙幣が消滅ということで、今回ちょっと面白いニュースが一つあったので、ピックアップをさせていただきたいと思います。はい、ということで、今回はこの朝日新聞のところからピックアップをさせていただいたんですけども、もうまさに題名の通りですね、世界で消える高額紙幣、渋沢栄一が万札最後の顔にということで、まずちょっと記事をこちら読まさせていただくと、渋沢栄一は1万円札の最後の顔になるかもしれない。2024年のお札のデザイン一新をめぐり、金融関係者の間にはそんな声がある。100兆円近くが流通し、紙幣の王様の1万円札、その未来を左右するのはキャッシュレス化と世界的な、高額紙幣廃止の動きだということで、まあ、この10連休を含めて、まあ、この経済産業省っていうのがキャッシュレスをすごい推進してるんですよ。こちらの画像を見ていただいても、よくキャッシュレスウィークとかよく見かけることとかあるとは思うんですよね。そもそも現在の日本のキャッシュレス事情ということなんですが、よく見かける、この大体大きく分けて3つあるんですよね。まあ、交通系電子マネーのスイカの発行というのが今7000万枚あって、あとはクレジットカードっていうのは、まあ、特徴とすると高額決済ができるということ、あとは、まあ、スマートフォンではもう最近出てきたこの QR コード決済が、まあ、有名になったのも、もう本当最近の話ということになりますよね。まあ、その今現在現金を使わない決済比率っていうのが、まあ、現在というか少し前、2017年ではまあ2割ぐらいだったんですけども、まあ、政府はその2025年までに、まあ、4割まで引き上げようということなんですが、まあ、世界的に見ても韓国は9割で、まあ、英国、中国とかは含めて、まあ、7割と比べると、まだまだ日本って、本当に可愛いぐらいだなとは思うんですよね。まあ、この野村総合研究所の木内さんという方は、まあ、キャッシュレスの普及が今後進んでいけば、まあ、次回の新紙幣の発行の際には、まあ、1万円札廃止の可能性もあると思う。っていうこととか、このマネックスグループの松本社長という方は、お金の偽造を防ぐには改ざんが難しいネット技術のブロックチェーンを使わないと無理ということですね。なので、まあ、今回がまあ最後のまあ紙幣になるかもしれないということをまあ言ってるらしいんですよ。まあ、なので、まあ、これからまあ技術の発達によってお金もまあデジタル化される可能性はあるということですね。日本の国内総生産 GDP ってよく聞くと思うんですけども、現金の流通高が日本が 20%、 米国が 8%、 韓国が 6% なんですよね。まあ、これで見てもやっぱりまあ倍ちょっとぐらいですね。まあ、見る限りには、まあ、そう考えてもやっぱりかなり、まあ、日本ってまあ結構ちょっとまあ平和っちゃ平和な国なので、まあ、そんなに偽造とか本当少ないので、まあ、こういう数字になるのではないのかなとは思うんですけども、でこのキャッシュレス今進んでってると思うんですが、このどんどん進んでるってることによって、まあ、ちゃんとしたまあ変化は出てるらしいんですよね。この国立印刷局っていうのがあるんですが、ここがその今年度にする予定が1万円札っていうのが10億枚らしいんですよね。でこれが2004年以降で最も少ないということなんですよ。なので、まあ、世界に比べて日本はまあキャッシュレスはまだまだということあるんですけども、まあ、徐々に変化はまあ見られてるのではないのかなという感じには思います。ここからもう僕の考察っていうか、まあ、思ったこととして、やっぱりこうやってキャッシュレス言うのも、やっぱり QR コード決済がまあすごい起因となってるのではないのかなと思うんですよ。特にペイペイですね。まあ、これはもう僕含めて、僕もここからまあ意識し始めたと言ってもまあ過言ではないんですよね、ぶっちゃけ。ここからちょっと YouTube で発信しようという気持ちにもなったので、やっぱりその目標とするまあ2025年まではまあ QR コード決済含め、まあ、キャッシュレスのまあキャンペーンなど、あとボーナスタイムっていうのもやっぱこれからも続くと思うので、まあ、ぶっちゃけ本当使えるうちにここはうまく有効活用するのも一つの方法なのではないのかなというふうに思いました。はい、ということで今回は高額紙幣がなくなるということをお話をさせていただきました。もし皆さんのご意見などがあれば、まあ、コメント欄などでいただけると嬉しいです。ということで、このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとはツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。